おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日はじゃん、森永モウチョコレート、ちょっと定番の商品ですね。これはね、エクアドル産カカオ 100% 使用、まあ、ちなみにアイスミルクなんですけど、私アイス全部好きなんだけど、その中でも特にチョコミントとチョコレートをこよなく愛してるんですよ。なのでこれはね、お気に入りの商品の一つなので、まあ改めて紹介してみたいと思いますね。まあ、さっきも言ったけど、アイスミルクエネルギーは1個218キロカロリーですね。早速開けていきます。でモウのいいところはここに書いてあるけど、素材本来の美味しさを生かすために乳化剤安定剤を使用せずに作っています。いいですね。つまりもうミルクの味そのままってことですよね。開けていきます。はい、まず紙のパッケージを開けたらこんな感じになってますね。でこれをさらに開けると、じゃーん、ココアの色が素晴らしい。じゃあ早速一口食べていきます。いただきます。ちょっと柔らかめのアイスなんですよね、モウは。うん、凍らしてもカチコチにならない。まあ安定剤とか使ってないからなのかな。美味しい。ふわっと溶けて、何より一番いいのはモウって、ミルクそのもの、まあバニラもねあるんですけど、の美味しさがガンと出るアイスなんですが、これはね、チョコもチョコチップとかそういうの余計なものが入ってない感じがしますよね。ただ単にチョコとミルク、それがそのただ単にっていうのが一番難しいんじゃないかなって思わず語ってしまうほど、チョコとミルクの味がストレートに楽しめて美味しいです。幸せ、ご褒美アイスですね。本当にエクアドル産カカオのカカオマスをしっかり使用してるから、チョコレートの味も結構濃厚です。だからミルクとチョコレートそのものの美味しさが際立ってるって感じですよね、より一層。そんなわけでこれはお近くのスーパーなんかに売ってると思います。皆さんも探して食べてみてください。私おすすめのチョコレートのアイスの一つです。それでは今日はこれでおしまいです。バイバイ。今日ご紹介したのは森永モウチョコレートです。皆さんも近くのスーパーなどで探してみてください。ではまた。